はい、どうも、ジャパシート。メグとメンです。はい、どうぞ、本日紹介するのはこちら。じゃーん。ネンドロイド初音ミクステージの世界バージョンです。はい、ようやく出てきました。今、大人気のね、初音ミクのゲームがあるんですけど、プロジェクト世界ですね。はい。まあ、多分皆さんやってるかなとは思うんですけども、そのプロセカリに出てくる、それぞれの思いから誕生した世界に登場する、ミクちゃんですね。はい。ちょっとね、プロセカやってない人からすると何のこっちゃだと思うんですけども、うん、まあ、とりあえずそういう設定がございます。はい。で、その中で、モアモアジャンプと呼ばれる、グループですねに、グループの世界に出てくるミクちゃんが今回とりあえずネンドロイドになりました。第1弾になりますね。はい。じゃあ本日こちらの方レビューしたいと思います。はい、バシアとミクリンチャンネル。はい、ではですね、いつも通り、外箱の方からね見ていきたいと思います。ナンバーは1639番ということで、ミクちゃんを意識した数字になってきてくれましたね。うん、嬉しいなと思います。はい。そうすると次の、世界のミクちゃんまた39番だから1739とかその辺になってくるのかな。あるいは、あ、でもそれしかないか。うん、はい。まあ、とりあえず次回も楽しみだよね。うん、で、ここにカラフルステージのね、ちゃんとロゴが入ってますね。うん、プロジェクト世界カラフルステージ発展区ですね。はい。横見てみてこんな感じになってます。今回は、本当はグッスマさんのオンラインショップの方で予約した方が良かったんですけども、予約し忘れてて、アミアミさんの方で急遽予約させていただきましたんで、特別なアイテムがとりあえずついてこないんですけども、うん。プロセカの、ライブステージをイメージしているような感じの、これは三つ葉ですね。クローバーがついてきます。はい。あとは、尊いと、これね。これも、プロセカのステージで使われてるやつなんですけども、うちわがついてきます。ミクちゃん自身が尊いんだけど、彼女自身が持ってるとまた、誰を応援してんだろうって感じになりますね。モアジャの誰かを応援してるのかな。はい。後ろ見てみるとこんな感じです。表情パーツは豪華に3種類ついてきてますね。うん。通常の目と、それからニッコリ顔。これは普通のミクちゃんにも使えますね。うん。あとは片目ウィンクというのは、アイドルをイメージしたような感じの表情パーツがついてきます。はい。持ち込みはこんな感じになってます。手をハートマークにするような感じのあれがついてくるんだね。手首パーツがついてくるみたい。あとはマイクですね。うん。これは、アイドルなんでしょうがないかなと思うんですけど、普通のマイクがついてくるっていうのもちょっと珍しいよね。うん。はい。上の面と下の面になります。はい。ネギはついてこないんですけども、本日これで、じゃあね、早速開けてみたいなと思います。はい、開けてみた中はこんな感じに入ってました。ドシンプルって感じだね。はい。表情パーツが2種類。それから、ステージ上で、出てるね、スタンプっていうか、エフェクトっていうかな。うん。エフェクトが2種類ですね。それからマイクが1本。あと、手首パーツ。交換用の手首パーツと、それから一応曲げた足っていう感じについてます。後ろは、一応あれがついてきてますね。いつも通りの台座がついてきてます。はい。じゃあ、早速開けて、ミクちゃん本体と、それからついてくるもの、ちょっとね、この辺のやつをね見ていきたいなと思います。はい。はい、でですね、早速ね、開けましたんで、細かいところを見ていきたいなと思います。はい。まず表情パーツなんですけど、表情パーツね、片目ウィンクとそれからニコリ顔がついてくるんですけども、ニクちゃんピアスしてたんだね。気づかなかったわ。はい、というわけで、ピアスしてたんで、普通のミクちゃんに、まあ、使えなくはないんですけども、うん、個人的には、ちょっと装飾がついてると、ね、私のミクちゃんのイメージが壊れてしまうっていうこともありました。あ、でも、耳当てっていうか、イヤホン、ヘッドホンしてるから隠れるのかな？ちょっと後で一回試してみようかな。はい。って感じになってました。うん。耳が出てるミクちゃんだとダメかもしれないね。はい。で、続いてこれが、ライブ中に出てくるエフェクトのパーツですね。うん。三つ葉と、それから、尊いって書かれた内輪がついてきます。うん。実にシンプルな作りなんですけど、この尊いの内輪は割と汎用性が高いよね。はい。で、持たせるための手首パーツもついてきてます。うん、ついてきてるんですけども、その持たせるための手首パーツは、よいしょ。通常の、ここに使われている手首パーツと全く一緒ですので、まあ、ミクちゃんとかに持たせることももちろん可能になってます。うん。オリジナルのミクちゃんとかリンちゃんにも持たせることが可能ですね。はい。って感じの、パーツになってますね。汎用性が高くていいね。手袋をしている子とかはダメかもしれないけどね。はい。じゃん！かわ
はい、こちらがミクちゃん本体になります。それぞれね、細かいところを見ていきましょう。モアジアのミクちゃんといえばね、いかにもアイドルらしい感じの、衣装を着ていて、なんですけども、いつも履いてるニーソとかが、ないっていう感じになってます。うん。で、足に01って書かれたリングみたいのをしていて、肩には書かれてないんですよね。うん。ちょっと変わったミクちゃんって感じがします。はい。オリジナルのミクちゃんの要素としては、ツインテ、青いツインテですね、っていうところが残ってるだけで、あとは基本的に、あと01の部分か、っていうだけになっていて、あとは基本的な、アイドルの衣装という感じの、ミクシャになってますよね。うん、この止めてるリボンのところの髪飾りがすごい綺麗な感じになってて、うん、造形とかすごい細かくできてるんですが、左側はシンプルっていう感じになってるね。左右非対称のデザインでいいんじゃないかなと思います。これはこれでライブで踊ってる姿をね、マジカル未来じゃ無理だろうから、プロセカのライブだよね。あの辺なんかで見れるんじゃないかなと、個人的にはちょっと期待しています。はい。で、その他のね、造形とか塗装に関してはバッチリできていて、この金色の部分に関しては別パーツになってますね。別パーツで、上からくっついてるっていう感じになってるね。うん。塗装とかもすごい細かくできてて、いい感じになってますね。なるほどね。うん。オリジナルのミクちゃんに一番近いのがこのモアジャのミクちゃんなんですけども、うん、初めて見た時やっぱこの子は好きになりましたね。はい。で、腕のパーツに関しては、この衣装が、肩パーツにくっついちゃってるんで、他の、ノースリーブの子だよね。とはちょっと併用が難しいのかなってところ。で、手首パーツの部分しか、分割がされてなくて、肩の部分は分割がないので、やっぱり、こっちのミクちゃんとのね、共有はちょっと難しいのかなっていう感じがします。はい。まあ、プロセカの子だからね、限定的なミクちゃんなんで、この辺はしょうがないかなと思います。扱い的にはレーシングミクだったり、雪ミクだったり、まあ、この辺と一緒だと思います。はい。じゃあね、細かいところ見ましたんで、そう、ツイート遅いんだよね、この子ね。はい。細かいところ見ましたんで、早速ね、ポーチングの方を撮ってもらおうかなと思います。じゃじゃん。はい、まずですね、片目ウィンクにして、で、手首パーツを、ピースですねのパーツがありましたんで、ピースにして、で、片足を上げたような状態でね、まずね、ポージング撮ってもらいました。可愛く決まりますね。うん、さすがアイドルだなって感じがします。うん。はい、ぐるっと見ましょう。こんな感じなんですけども、さすがネンドロイドらしくってね、バッチリ決まるなと思います。はい。横から見たとき、やっぱりあれだね、耳のピアスすごい目立つね。うん、これは普通のミクちゃんにつけたときどうなるのかって感じになるな。はい。じゃあ次のポージングね、撮ってもらいましょう。じゃーん。はい、続いてですね、マイクを持たせて、ちょっと歌ってるような感じでね、ちょっとポージング撮ってもらいました。すいません、さっき、分割した手首パーツがないって言ったんですけども、ハートを作るための手首パーツありますよね。よいしょ。はい、これなんですけども、これにくっついてた腕が、曲げるようにな、曲げられるように、ね、なってました。で、これが一応分割できるようになってましたね。うん。ちょっとここの部分だけ一緒にしていきます。はい。ただこれでも難しいかなって感じがしなくもないんですけど、使い方次第なのかな。ちょっと難しいっすよね、この辺の部分がね。うん、やっぱりこっちのミクちゃんとちょっと共存はしにくいのかなって感じがします。共存というか共有ではね、ちょっとね、難しいのかなと思いました。はい。はい、でですね、次のポージング撮ってもらいましょう。じゃじゃん。はい、続いてですね、表情パーツをまたウィンクに戻して、で、手首パーツをね、ハートを作ってるやつに変えて、で、さらに、エフェクトですね、ライブ中のエフェクトである、クローバーのやつでちょっと出してみました。はい、これは似合うんじゃないかなって感じがしますね。可愛いよね。うん、いかにもなんかライブ中って感じがしたくもないです。はい。手首パーツね、もうちょっとハートのやつが位置変えれればよかったかなと思うんですけども、うん、まあその辺はちょっと難しいんでしょうがないかなと思うんですけども、よく似合うんじゃないかなと思います。はい、じゃあね、次のポージング撮ってもらいましょう。はい、続いてですね、この満面の笑みをね、浮かべたミクちゃんの表情パーツに、尊いのね、うちわを持たしてみました。うん、なんだろう、カードキャプターさくらちゃんのハニャンって顔に
なんかちょっと似てなくもないかなって感じで、すごい脱力した感じがしますね。さっきの表情パーツ、いかにもアイドルって感じがしたんですけど、この表情パーツとかね。うん。なんですけど、そのイメージが一瞬でどっかに吹き飛ぶような感じでね、ポジングになりましたね。これこれで面白くていいんじゃないかなと思います。うん。さて、ちょっと気になってたことですね。この表情パーツ、他のミクちゃんと共有することができるのかどうかね、ちょっとね、試してみてみたいなと思います。じゃーん！はい、なぜかこっちの表情パーツが入んなかったんで、硬すぎてね、入んなかったんだよね。まあ、もしかしたら個体差なのかもしれないんですけども。ということで、一応普通の表情の方のね、ミクちゃんの、こっちのミクちゃんの、表情パーツをちょっと使わせてもらったんですけども、一瞬にして世界のミクちゃんになりましたね。瞳って大事ね、やっぱね。うん。なんですけども、一応と、はめられるにははめられるんですけども、はい、今、応急処置でこれ起こしたんですけども、こっちの耳のピアスがね、今取れちゃったんですね。うん。っていうのも、よいしょ。こっちのミクちゃんのちょっと耳元だよね、裏側はちょっとね今分かりにくいかなと思うんですけど、若干金色の塗装がついてるの分かりますかね。ここ擦れちゃってるんですよね。で、当たっちゃってるっていうことなんで、でこれが干渉して当たって、あのミクちゃんの耳のねピアスが今取れちゃったんで、やっぱり相性は良くないみたいですね。無理やりくっつけない方がいいかもしれない。うん。はい、ということもありましたんで、通常のミクちゃんとは、オリジナルのね、ネンドロイドのミクちゃんとはちょっと相性が悪いみたいです。ということで、この子専用だね、本当にね。あるいは耳出してるミクちゃんだったら使えるかなってところだね。はい、というわけで、ちょっと難しい子でしたね。うん、でも、プロセカのミクちゃんとしては、非常に完成度は高いのかなと思いますので、桃ちゃんのミクちゃんとしてはね。うん。完成度が高いのかなと思いますので、今後のシリーズに期待ですね。もし可能なのであれば、この先ね、他の世界のボーカルたち、リンとかレンとかね、ルカネとかメイちゃんとかカイとかも全員出ていますので、できればこのシリーズ、ミクちゃん以外も出してほしいなって思うところなんだけども、出てこないんだろうな、人な。通常のリンとかもレンとかもね、アペンドで止まってますから多分出てこないんだろうなとは思うんですけども、プロセカの人気次第のかなと思いますけども、はい、個人的に出てきてほしいなと思ってますので、ぜひね、出してほしいなと思います。お願いします、レッドスマイルさん。はい、というわけで、ネンドロイド初肉ステージの世界バージョンの紹介でした。はい、なんだろう、ステージのね、このエフェクトだとか、マイク、それからトートイとついたね、うちわだよね。まあ、この辺なんかも非常にね、再現してるなっていう感じがして、よかったなと思います。これとかね。はい。結構出来良かったんで、今後のシリーズですね、期待したいなと思います。ステージの世界バージョン、それからビビットバットのストリートの世界のミクチャンだとか、あとは誰もいない世界のミクチャンだとか、まあ、この辺も多分出てくると思いますので、うん、出てきたらねまたレビューしたいなと思います。望むところとしてはやっぱり他のバーチャルシンガーだよね。他の世界の他のバーチャルシンガーの、リンちゃんとかね、レン君とかね、まあ、この辺はちょっとね全員出してほしいなって思うんですけども、どうなんだろうなって感じがします。うん、プロセカのキャラとしてはミクちゃんが一番最初に出てきましたけども、うん、まあ、この他だよね、例えばモモジャンで言えば、世界の創造者がみのりか、みのりちゃんとかね、まあ、あの辺も出てくるのかなとはちょっと思ってますけども、うん、まあ、今後のシリーズ展開に期待だなって思います。うん、はい、あとプロセカ関連でね、フィギュアでね、SPM シリーズも来年かなに出てきますので、うん、そちらの方もね迎えたらレビューしてみたいなと思います。はい、最近カードフィギュアとかスケールフィギュアに追われててね、プライスフィギュアが全然できてないんですけども、でももうすっげえ溜まっちゃってるんですけども、あとでね、まあ来年かな、来年あたりにまとめてねやってみたいなと思ってます。はい、というわけで、ネンドロイド、初音ミクステージの世界バージョンの紹介でした。紹介してほしいとミクとミンでした。はい、またねー。じゃあねー。ミクとミンとバシーからお願いでーす。チャンネル登録、グッドの評価お願いします。Twitter、Instagram もやってますのでフォローお待ちしております。それではバシーとミクとミンチャンネルをお願いします。